恋愛常受刑あなたが陥りそうな危険な男性のタイプ悩みへの対処法。恋愛は時に甘美な夢のようで、時に苦い現実を突きつけられることも、特に危険な男性のタイプに翻弄されることは、多くの人が経験する悩みの一つです。ここでは、そんな危険な男性のタイプとその対処法について述べます。1、ナルシスト型。彼は自分自身に夢中で、TRT にあるのニーズを無視しがちです。対処法。 彼の魅力に惑わされない幼児個々定感を高め、自分の価値を再認識しましょう。二、依存型、あなたが彼の全てになることを求め、束縛が強いタイプです。対処法、境界線を設け、健康的な距離感を保ちつつ、彼の自立を促しましょう。三、プレイボーイ型、浮気を繰り返し、真剣な関係を築くことに消極的な男性です。対処法、彼の言葉より行動に注目し、 自分を大切にする選択をしましょう。恋愛において重要なのは、自分自身の価値を理解し、相手を見極める力を養うこと。問題に直面したら、これらの対処法を思い出し、自分自身を守りながら、健全な関係を築くための一歩を踏み出しましょう。